英海軍に対してロシアが警告射撃をしてりますという、はい、あ、ここからいきなり国会ですね、はいはいはい、国会についてやりましょう。そうですか、はい、今回、まあ、すでに国際法の観点からいろいろ安全保障関係者の方がいろいろ書かれているのは、うんうん、皆さんもしかしたらツイッターとかブログとかでご覧になった方いらっしゃるかもしれないです、はい、僕に課せられた使命というかですね、はい、僕自身がこの説明したいのは今回、うん、まあ、ロシアが、まあ、簡単な状況を説明しますと、うん、これね、なぜ一見にしかずで地政学的な話を、はいはい、今日は珍しくやりたいと。珍しくとか言わないけど、そうですか、はい、やりたいと、はい、ロシアというのはこの赤いとこですよね、はい、で世界一の領土を持つ国ですから、世界一領土を持ってるけれども、はいはいはい、海に出たかったら、はい、もう3つのパターンしかないと。まあそうですね、はい、艦隊を出すとするとこの3つの四角で囲まれた場所だよと、はい、いうことなんですが、今回の話の舞台になっているのはちょっとすみません、こっち真ん中のですねクリミア半島の、はい、左側ですね、はい、皆さんから、ね、はい、これね、ちょっとこれ実際ロシアが取ってるから、はい、本当はクリミア半島と言われるところは今白になってるんですけど、はい、本当は赤、はい、まあ赤というか赤にしたくないですね、そうそう、ロシアとしてはこれ赤だというふうにしてる、そこのすぐ外側の部分を、はいはい、スーパーインポーズしていただくとですね、こちらになります。先ほどのちょっとちっちゃいところ、はい、これです。これでいいですか。まず、はい、この黒海が真ん中に見えてて、はいはいはい、その真ん中に浮かんでる島、はい、セバストポリってちょっとここにはちっちゃく書いてるんですけど、はいはい、このノドジンコみたいなところですね、はいはい、ここの左側のあたりをちょっと通過したということなんですよ、はい、イギリスの艦隊ディフェンダーというものの、だから、はい、一隻ロシアにとっては、はい、すごく嫌がる場所じゃないですか。目の前をまあ通ったす、要するに、はい、ロシアこんなに広いのに、はい、数少ない港というかね、はいはい、自分が抑えてる要所、はい、だからこれ考えると中国が、はい、台湾を取りたいっていうのもよくわかるみたいな感じもありますよね。あ、まあそうですね、外に出るためには必要になってくるっていうことです、はい、なので、はい、そういった意味でも、はい、ロシアにしてみたら絶対に手放したくないところなんだけども、イギリスが日本を応援に来るのに、中国を牽制するために日本に応援に来るときに、はい、わざわざここに寄って嫌がらせしに行ったと。 NATO 軍を一応公式には、はい、支援するという、うん、はい、はい、形で行って、まあ、途中もなんか、うん、IS に対して空爆をするって、はい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 、そういうミッションもいろいろやってくるんですけど、うん、いわゆるだからイギリスクイーンエリザベス級 の、うん、大きい空母ができる、はい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 、あれ空母打撃群って言って、うん、まあ、何隻かを一緒に従えていくわけですよ ね、 ね、はいはい、でそのうちの何隻かがちょっと寄り道してきますってことで、うん、まあ、いわゆるクイーンエリザベス空母が世界ツアーをやってる感じなんですよ、はい、それでちょっと、敵対国に対しては嫌がらせをしていくと。 そのうちのギタリストかなんかが、うん、はい、結構なバンドのメンバーで有名で、はい、あ、そいつがちょっと、あ、俺ちょっと別の街のところで一回ちょっとライブしてきますと、はい、ソロライブしてきますと、うん、いうことで国会入っちゃったんですよ、はい、ってことですね、うん、はい、でクイーンエリザベスさん、その表現わかるのでクイーンエリザベスさん、この、ま、はい、バンドの、ままあ、フロントマンですね、はい、ボンジョミみたいな、はいはい、で、うん、その人は基本的に外で待ってるんですけど、はい、ちょっとバンドのメンバーがちょっと別のところで前座に行かしたと。そう、前座でちょっと行かしたということですね、はいはい、でちょっとちょっかい出したら向こうから警告射撃受けて、うん、国際法的にどうなんだってことでギャーって言われてるっていう状況を、まあ、他の方はいろいろ説明してるんですけど、うん、僕はこの国会というこのものそのものの位置づけをちょっと説明したいんですよ、うん、はい、国会というのはですね、大国、うん、これ大きな国ですよ、ロシアみたいな大国、はい、まあ、もともとソ連ということもあるんですけど、うん、この国にとってすぐ自分の目の前の海っていうものは自分のものであるっていう意識はやっぱ当然なんですけど強いわけですね、はい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 、まあ、今の日本にとっても日本は大国というわけじゃない、まあ、経済大国ですけど、うん、軍事大国ではないんですけど、うん、ほら目の前の例えば首都東京があるとすると、うん、東京湾は絶対俺のもん、相模湾を俺のもんっていう感じじゃないですか、まあ、日本は海に囲まれすぎてて、うん、そうですね、その感覚は分からないですけど、はい、大陸国家の片身の狭さを理解してないんですよ、まあ、そうですね、日本ってどこにも行けるじゃないですか、はい、っていうのがあるんですけど、はい、世の中ね、海のない国もあるし、はいはい、海があってもちょろっとしかない国がいっぱいあって、そこから出ていくのが大変な国がありますよと、はい、それが残念ながらロシアです。ロシアです。で、ロシアにとってのこの真ん中のこの真ん中とか真ん中からちょっと左のこのクリミア半島というところ、うん、ここは自分の裏庭というか、うん、まあ、唯一そこ出れるところなので、うん、船で、だからそこ取りたいんですね。
正面玄関がバルト海で、はいはいはい、クリミアは勝手口みたいな。まあまあまあ、そう、そういうことです。勝手口は裏地かもしれないですけど。裏地、まあじゃあそういう意味では。自分実質使ってる勝手口のところに、そうですね。あのイギリスが来て、はい、今、嫌がらせしてる。嫌がらせしてると。はい、勝手に出れねえようにしてる。で、目の前のやっぱ海を握らないと、外に展開、はい、グローバルなパワーとして外に展開していけないので、うん、ここ使いたいんですよ。はいはい。そうするとですね、そこに入って、他の大国が特に入ってこられるのが嫌がっただっていうのが、大国の使命。というか、なるほど、はい、大国の修正なんですよね、うんうん、そうするとやっぱここは国会を俺のものにしたいっていうことなんですけど、一応ロシアのそのソ連の時代、冷戦時代はこの国会はソ連がやっぱコントロールできてたんですよ、うん、ただその代わりそのすぐ外のギリシャとかトルコは一応アメリカ側の同盟国だったってことでこうイライラしてたわけですけど、今回ほらソ連で20年前負けたじゃないですか、はい、25年ぐらい前ですけど、でソ連崩壊した時に結局公開も国会の部分もほら元々はソ連だった国が、はい、ソ連共産圏だったルーマニアとかブルガリアとか、はいはいはい、あっち西側行っちゃったじゃないですか。 そうするとロシアにとってはいやソ連時代はあの海俺たち全部取ってたのに、はい、なんだよ西側になんか他の子分たちが全部分裂しちゃって別れちゃってちゃったじゃんっていうことで苦々しい思いをしてたというところじゃないですか。そうです。あの3つしかない、はい、出口でそのうちでその勝手口のところに、はい、まあ、崩壊した後ね、はいはい、弱くなっちゃったもんだからアメ車が来て路駐してると。ああ、まあそんな感じですね。で、はい、今回イギリスの車が来て路駐してると。はいはい、はい。オレンジの狭い出口のところに路駐してる。何やってんだよと。はい。怒ってると。怒ってると。はい、そういう状況ですよね。うん、で、そうすると、これ説明つくのが、これ、次、うん、これなんですよ。はい、まあ、NATO が要するに、その軍事的に拡大したということじゃないですか。うん、で、2014年にこれ、クリミア危機ってありましたよね。うん、はい。で、プーチンさんが、この、まあ、その、クリミア半島取っちゃうという暴挙に出たわけですけど、この段階は何かというとロシアにとってはあそこを取り返すんだということで のレコンキスタの一環だということになります。背景としてこの 1,2,3 の段階があるっていうことを皆さんに知っておいていただきたいんですよね。実際国会には、はい、ブッシュなんかも、空母をね派遣したりとかして、はい、そうですそうです。もう相当嫌がらせやってますよね。なんかだから国会はまだロシアは全部手に入れてないというか、その西側が抑えてるとか、そうです、西側がやっぱ抑えてきちゃってるんで、はい、未だに結構入ってきちゃってるんですよね。そうだからどんどん路駐してるんですよね。そう、路駐してるやつはやっぱ排除したいと、ここは俺のもんだって言いたいがゆえに、はい、クリミア危機をはい、やっぱ起こしてですね、うん、でそこの、そこの中の海を一部分取ったと。そう、中の海をやっぱりかなり取ったんですけど、はい、未だに入ってくるんでふざけんなっていうのが、うん、その一つのロシア側の感情、それが3番につながった、今回の警告射撃につながった、はい、これは全部これ言えるのが冷戦で失った海をもう一回取り直したり、はいはいはい、玄関口が勝手口ですか、和田さんの用語で言うと、うん、はいはい、勝手口を取り返したいという、うん、だからロシアにとってはこれ侵略してるんじゃなくて、うん、ただなく前持ってたものをなくしちゃったから、はい、うん、今回取り直したいよねっていう話なんで、うん、はい、全然彼らの中では全く悪いことではないと意識があるんですよね。まあ、もともと自分のもんだったから取り返したんですよ、はい、ソ連っていう別の国なんですけどね、本当はね、はい、っていう話なんですけど、一応ロシアが持ってたという意識があって、まあ、中国共産党やってるのもそうですよね。漢民族なんて大した領地本当はもともと持ってないんだけど、はいはいはい、モンゴルが持ってたとことか、はいはいはい、新帝国ね、はいはいはい、あれ満州族なんだけど、うん、そこが持ってたところを俺たちの土地だと、そうなんですよ、言い張って、はいはい、いろいろ取ってってるですよね、だから力を持ってる、今力を持ち始めた国が、うん、昔そこあそこを持ってたよねっていう伝説とか持ってると、うん、はい、やばいことになるんですよ。取り返すことに何らその悪気がないというか、我々もほら、はいはい、国力が出てきたらですね、はい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 、満州俺たち取ってたよねってことになるかもしれない。インドネシア、インドネシア、フィリピン取ってたよね、はい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 、いうことになるかもしれない。なりますなります。シンガポールも取ってたよね、なりますとかいうふうになっていくのかもしれない。そうなんですよ、我々の力もやっぱ最大半島みたいなものを、うん、はい、覚えてて、はい、でそれを物語として自分たちで持ってると、うん、やっぱ来ちゃうと。で今それはロシアにとってやっぱできるような状況がギリ出てきたので、うん、はい、このレコンキスタっていうのは昔持ってたやつを、はい、そうです、もう一度と取り直す、再征服するという、はい、その夢をもう一度と、そうですね、昔持ってたよと、領土復興、
復活というか領土回復ですね、はいはい、すみません、領土回復運動ということですね、うん、はい、これの用語そのものはポルトガルが、うん、そのイスラム側に取られてたものを取り返すという意味でレコンキスタということになってるんですけど、今回の動きもこれ全般的にはロシア側にとってはそのうるせえやつらが中に入ってきてるからそいつらを追い返して国会を俺のものにしたいっていう動機が後ろにあるんだよということなんですよ、うん、はい、まずカラフトが欲しいですよね、はい、カラフトなら天然ガスが出るでしょなんでカラフト行きますか、カラフトどっちですか、いや一番欲しいのカラフトじゃない、まあ、日本にとっての今レコンキスタって何かっていうとやっぱ、うん、あれですよね、北方領土ってことになりますよね、うん、はい、竹島もかな、はいはいはい、ということなんで、はい、全くその点はうん、まあなんていうんですかね、依存はないというか、はい、ロシアの気持ちもある程度分かる部分はあるのかなっていう、うん、我々にとってはっていうことですよね、だから、はい、いつまで遡るかっていう話に、ね、そうなんですよ、なりますからね、そこがですよね、はいはいはい、カラフト、はい、で、まあ国会っていうのはすごく重要で、こんだけああそうですね、船の行き来があると、はいはい、いうことですね、これは航路の、はいはい、頻度を示した、ね、写真とかでいろいろありましたね、うん、だからこのロシアの、はい、この一番上奥、はい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 、ここ一本ですからね、ロシアの出口が、はいはい、そうなんですよ、こんな細いところ、まあ、それを今回、はい、このクリミア半島を取ったことによって、はい、そこからいろいろ出ることができるようになっているっていうのは、うん、なかなか嬉しいことじゃないですか、はい、ということですよね、うん、そうですね、で、はい、この赤いところ、これがすごく多くて、はい、トルコのところですが、ここ、これはボスポラス海峡で、そうですね、はい、我々何度も番組でもやってますけど、これがここがさっきの、そのさっきのそのこの赤いところ、これを、はい、まあ、トルコはもう一本作ろうかとか、あ、そうです、別に、ね、話もしてるっていう、はい、してるということですよね、はい、もう一本いるのかっていうふうに思うんですけどね、はい、一応エルドアンは着工したということなんですよね、はい、なるほど、びっくりでございます、なるほどね、はい、ということですね、はい、うん、なのでそのロシアが取り返したいという一心で、うん、国会を取り返したい、自分の玄関口、勝手口を取り返したいという動機が背後にあるということを、うん、皆さんに覚えておいていただければ、ね、はい、これは中国にとっても、うん、まさにレコンキストというのは尖閣なんか、うん、彼ら勝手にそれ歴史を作ったもんなんですけど、うん、尖閣は俺たちの昔から俺たちのものだから取り返したいという意識になるわけですよね、はあ、台湾もそうです、はい、台湾なんかも実効支配したことないくせに、ね、はいはい、彼らは共産党は実効した、はい、支配したことないんですけど、うん、はい、逃げてったあのやつらがいるから、そうそうそう、持ってたからっていうことですよね、ことですよね、だから、ややこしいですよね、はい、俺のもんだったって思われるほど、はい、ことほど、うん、ちょっとややこしいことないですよ、やばいんですよ、だから、はい、でほら沖縄なんかもそうじゃないですか、うん、はい、基本的には貴族が、中国にもともと中国に貴族してたっていう神話を今、ね、そう、北京側は今そういうものが、うん、勝手に作ってますよね、そうなんですよ、はい、で国民はほとんど信じてるでしょ、はい、中国国民、後でやりますけどね、はい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 、だからあれややこしいですよね、はいはい、でそういうことやられると、でしかも向こうはほらそれが取り返すのが正当だということになりますので、うん、はい、彼らにとっては、うん、両親の呵責とかもうないんですよ、ね、韓国もだって竹島だけじゃなくて対馬もそうだぐらい言い出してますから、ね、はい、それはもう入ってますから、本当にややこしいことになりますね、日本もいろいろちょっと多めに言っていくしかないじゃないですか、あえて多めにいやそれなるとこれほら朝鮮半島とか言い出すとまたいろいろややこしいことになるっていう、はい、ありますけどね、はい、はい、ということです、じゃあ新しいですね、はい、音声講座ができまして、ハイブリッドモードなのか、ね、SLS の情報戦なのかという、次の戦争はこういう戦争になるだろうというね、濃いですね、米中戦争、はい、濃いですね、これは今回は備えの6番ができました、はい、濃いな、これは、はいはい、ぜひこういう、ちょっと一気にね、うん、はい、聞いてみたいなと思う人はもう濃いよ、買っていただけたらと思ってます、はい、そしてですね、はいはい、濃い、もう濃いしか言ってない、いや本当濃いじゃないですか、でも濃いですか、あ、そうですか最高の男たちが、最高の男たち、はい、濃い話をしております、はい、そうですね、はい、はい、で、はい、このですね、戦略がねどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、はい、でどっから入るかって言ったら、まあ、この米中20年戦争備えのパート6から入ってもいいですし、はい、戦略の階層化ですね、この未来予測とかこういったところから入っていただいて、いいですね、もうだいぶ充実してきましたね、はい、あともう、はい、リアリズと入門ですね、リアリズムを理解した方は、まあ、リアリストについてね勉強すると、リアリズムがよく分かりますよと、名作ですね、もう時代はリアリストですもんね、はい、まあ、はい、後でその話を、はい、なぜなのかっていう、はい、もう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよね、はい、クラウドじゃなくて、はい、時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよ、はい、はい、ですね、そしてルトワックですね、はい、この一発逆転と全てを超えた、きたきた、はい、はい、
全ての戦略を超えていくのはこれじゃないかと。これです、はい、クーデター。もう間違いないですね、これ。で、はい、中国のですね、はい、このトリプルインベージョン、まあ、これが元になってね、アメリカもどん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 もういろんな議会が動いてきて、はい、ついに締め上げに向かっていったと。そうですね、この3冊のエッセンスがまあ、うん、そうですね、かなり、はい、実はオーストラリアとカナダとニュージーランドの、はい、手口を分析してます、はいはい、そして損失の併用、うん、ということですね、はい、からクラウゼビッツですね、はい、まあここはもう、そして地政学ということで、はい、敵なしですね、ここは、はい、本格的に、はい、クラウゼビッツ損失地政学はもうこれでマスターということで、各講座をね、はい、ビシッとまとめてですね、勉強したいなという人は、うん、ぜひ聞いていただけたらと思っております。はいはいはい。